ただいまから安倍内閣総理大臣の記者会見を始めます。はじめに総理から発言がございます。皆様方からのご質問は総理の発言の後にお受けいたします。それでは総理お願いいたします。本日第98代内閣総理大臣として引き続きその重責を担うこととなりました。まず冒頭、先の総選挙においてこれまで3回の中で最も高い得票数によって私たち自由民主党を力強く信任してくださった国民の皆様に対し改めて厚く御礼を申し上げます。その負託にしっかりと応えていかなければならない、責任の重さを深く胸に刻み、謙虚な姿勢で自由民主党公明党の強固な安定した連立基盤の上に真摯な政権運営に当たってまいります。国民の皆様の信任を大きな力として選挙でお約束した政策を一つ一つ実行し結果を出していく、そのために安倍内閣は本日から早速全力投球であります。この後の閣議で新しい政策パッケージの策定を指示いたします。生産性革命と人づくり革命を車の両輪として少子高齢化という最大の壁に立ち向かってまいります。2020年までの3年間を生産性革命集中投資期間と位置づけ、大胆な税制予算規制改革、あらゆる施策を総動員してまいります。生産性を大きく押し上げることで4年連続の賃上げの勢いをさらに力強いものとし、デフレからの脱却を目指します。人づくり革命を断行します。幼児教育の無償化を一気に進め、真に必要な子どもたちには高等教育を無償化していきます。介護人材確保のためのさらなる処遇改善などを進め、子育て介護など現世代の不安を解消します。消費税の使い道を大胆に見直すことで2兆円規模の政策を実施し、我が国の社会保障制度をお年寄りも若者も安心できる全世代型の制度へと大きく改革してまいります。以上の政策パッケージを来月上旬に取りまとめる考えであります。同時に可能なものから速やかに実行に移していく、この後の閣議において補正予算の編成を指示する考えであります。待ったなしの課題である待機児童解消に向け32万人分の保育の受け皿整備を進めていく、子育て安心プランの前倒し実施に必要な予算を措置いたします。生産性革命の中核とも言うべき中小小規模事業者の皆さんの生産性向上に向けた投資を力強く支援します。災害対応、防災、減災対策のほか、日 EU EPA の大筋合意を受けた農林水産業の強化策と合わせ、今年度補正予算を年末に向けて編成する考えであります。安倍内閣はこれからも経済最優先、アベノミクス3本の矢を放ち続けます。改革、改革、
そして改革あるのみです。国民の皆様の強い信任を得て、一層強力な経済政策を展開してまいります。国民の皆様の信任は強い外交の源泉でもあります。そして継続こそ力であります。来週早速トランプ大統領を日本にお迎えします。これまでの友情の上にさらに信頼関係を深めながら、緊迫する北朝鮮情勢への対応をはじめ、世界のさまざまな課題について時間をかけて語り合いたいと思います。その後は APEC 東アジアサミット、世界の首脳たちが集うこの機会を利用して積極的な外交を進めます。国際社会の連帯を一層強固なものとすることで、北朝鮮の核ミサイル問題、拉致問題を解決する、北朝鮮にその政策を変更させるため、これからも国際社会と手を携えて毅然とした外交を展開してまいります。ロシアのプーチン大統領や中国の習近平国家主席とも、これまでの対話の積み重ねの上に、北朝鮮問題のみならず二国間の課題について、対極的な観点からしっかりと話し合いたいと思います。そしていかなる事態にあっても、国民の命と平和な暮らしは守り抜く、我が国を取り巻く安全保障環境が戦後最も厳しいと言っても過言ではない現状の下で、安全保障体制の強化にも万全を期してまいります。内外の困難な課題が山積する中で、今求められていることは、一心不乱に政策を前に進め、そして結果を出すことであります。国民の皆様の支持を大きな力に変えて、ひたすらに仕事に打ち込んでいかなければならない。結果重視、仕事第一、実力本位の体制が必要です。そうした観点から、今回ベテランから若手まで、すべての閣僚の皆さんに引き続き閣内にとどまっていただくことといたしました。仕事人内閣が本日気持ち新たに始動いたします。仕事人内閣の新しいチャレンジに、国民の皆様のご理解とご支援を賜れますようお願いいたします。私からは以上であります。これから皆様方からの質問をいただきます。質問は所属とお名前を明らかにしていただいた上でお願いしたいと思います。はじめは幹事社からご質問を受けます。幹事社よろしいですか。はい、はい。幹事社の共同通信の林と申します。安倍総理が向き合うテーマとして、北朝鮮対応や一つ国革命のほか、憲法改正があると思います。総理は5月に2020年の改正憲法施行を目指すと表明されましたが、これを目標とする考えに変わりはないでしょうか。その際、19年の参院選と国民投票を同時実施するお考えというのは選択肢になり得るでしょうか。それと野党側の協力というのは不可欠だと思いますが、自民党の4つの改憲項目にこだわらず、例えば第8章の地方自治など、野党側の考えを取り入れる余地というのはあるでしょうか。以上お願いいたします。憲法改正は自由民主党の立党以来の党是とも言えます。これまでも党の公約として掲げてまいりましたが、今回初めて公約の柱、主要項目の一つに位置づけ、改正すべき項目として4つの項目をお示しをし、そして選挙戦を戦いました。
まあ、しかしこれまでも申し上げている通り、スケジュールありきではありません。本年5月に私が述べた2020年という目標については、まあ、議論を活性化するために述べたものであります。まあ、ですから今、質問されたように、まあ、19年の夏の参議院選挙の時に合わせるかどうかといった議論についてはですね、これは私がする考えはございません。まずはしっかりと憲法審査会について各党が改正案を持ち寄ってですね、建設的な議論をしていくことが大切であろうと思います。まあ、今後公約に掲げた基本的な考え方に沿って、具体的な条文案について党内で検討してまいります。議論を深め、自民党としての案を国会の憲法審査会に提案したいと思います。その上で国会における議論、国民的な理解を深めていきたいと考えています。憲法改正については3分の2の賛成による発議が必要であります。与党で3分の2をいただくことができました。3回連続3分の2をいただくことができましたが、与党野党にかかわらず幅広い合意を形成するようにですね、努力を重ねていかなければならないとこう考えています。それは自民党においてもほぼ多くの皆さんがそう考えておられるんだろうと思います。その上で国民的な理解を得られるように努力していきたいと思います。それでは幹事からもう一問いただきます。はい、どうぞ。東京新聞の笹ヶ瀬と申します。国会運営についてお尋ねします。自民党は現在野党の質問時間を減らして与党の質問時間を伸ばすことを検討していらっしゃいます。総理も27日に萩生田幹事長代行に対してですね、しっかり我々の機会もしっかり機会を確保していこうと与野党内での調整を要請していらっしゃいます。与党が一定程度の質問をすることは当然かと思いますが、野党側からはですね、与党は事前審査をしていることなどから野党の質問時間が長いのは当然であるとか、森友問題、加計問題を念頭に野党の質問時間が短くなればですね、政府に対する国会のチェック機能が落ちるのではないかといった批判も出ています。総理はこうした批判についてどのようにお考えになりますでしょうか。この問題についてはですね、確か、まず最初に、自民党の我が党の若手議員から、そういう声が上がったと承知をしております。5年前の政権奪還時に初当選した我が党の議員がですね、今回の総選挙においても約80名以上当選することができたわけであります。3度にわたってですね、数万票、多い方は10万票を超えているわけでありますが、3度にわたってこの数万票以上の票を獲得をし、そして負託を受けた、その責任の重さをですね、胸に刻み、そしてまた台風が迫る中においても投票所に足を運んでいただいた方々、いわば私たちの思いをあなたに託すよという思いで投票所に足を運んでいただいた方々のですね、対してその負託、そしてその責任の重さをしっかりと胸に刻んでいかなければならないと思います。その皆さんの期待にしっかりと応えていくことは議員としては当然のことであろうとこのように思います。与党の中においてもまた同時に国会の中においても全力を尽くして国会議員としての職責を果たしてもらいたいと思います。いずれにせよこの時間の質問時間の配分については国会がお決めになることであります。私から総理大臣として私からコメントすることは差し控えたいと思います。それではこれから幹事社以外の皆様から質問いただきますので、ご希望される方挙手をお願いいたします。私が指名いたしますので、改めて所属とお名前を明らかにした上でご質問を願います。イザベル。ブルームバーグニュースのレイノーズです。
日銀の黒田総裁の任期が来年4月に終わります。総選挙後も、円安株高の傾向が続いているのは黒田総裁の再任への期待もあるようですが、安倍総理は黒田総裁をどう評価しますか。また、日本経済の現状や今後もアベノミクスを進めていく、ということでを考えると交代させる理由はありますでしょうか。私は黒田総裁の手腕を信頼しており、そして金融政策については黒田総裁に任せています。実際政府日銀で政策連携を強化してきた結果、デフレではないという状況を作り出す、短期間で作り出すことができたと思います。雇用は185万人増加をいたしました。そして有効求人倍率は史上初めて47すべての都道府県で1倍を超え、そして正規の有効求人倍率も統計を取り始めて初めて1倍を超えたわけであります。いわば政治の最も大切な責任である雇用において、大きな政府日本銀行はですね、大きな成果を上げていったとこう思っています。また今年の高校あるいは大学を卒業した皆さんの就職率、これ過去最高水準になっているわけでありまして、若い皆さんにとってまさに自分たちの努力で未来をつかみ取る社会が実現してきているとこう考えています。 2% の物価安定目標にはまだ届いてはいないわけでありますが、引き続き日銀が目標達成に向けて取り組むことを期待しています。今後の人事については全くの白紙であります。時間的にもう一問ぐらいかもしれませんが、じゃあどうぞ課長。フジテレビの鹿島と申します。北朝鮮への対応についてお聞きします。総理は今回の衆院選でですね、北朝鮮の脅威を国難の一つと位置づけられたと思いますが、一方で北朝鮮は9月15日のですね、弾道ミサイル発射以来軍事的な挑発行動は行っていません。この現状をどのように今分析されますでしょうか。合わせて引き続き対話よりもですね、圧力重視の姿勢で続けられるのか、トランプ大統領の来日が控える中での今後の北朝鮮への対応についてお聞かせください。厳しい制裁を含む国連決議をですね、全会一致で可決して以来、政府としてはまた私もですね、しばらくは北朝鮮も様子を見る可能性は高いのであろうとこう考えてまいりました。でその通りに今そうなっているわけでありますが、しかし同時にですね、言葉による挑発は続いているわけであります。そして過去20年間の核ミサイルの開発を踏まえると、北朝鮮も今日でも引き続き核ミサイルの開発を続けていると考えるべきだろうとこう思います。北朝鮮の今後の行動を予断することはできませんが、いずれにせよ政府としては一切の挑発行動を控えなければならないとする関連安保理決議の厳格な履行を引き続き強く求めていく考えであります。圧力ばかり高めていないで話し合いをせよという意見もあることは承知をしておりますが、北朝鮮とはですね、対話のための対話では意味がないということはこの20年間の歴史を見ていけば明らかであろうと思っています。我々もこの20年間対話の努力を続けてきたわけであります。しかし1994年の枠組み合意、そして2006年の6者の合意、いずれも北朝鮮は核の廃棄を約束しながら、結局はそれを裏切って核やミサイルの開発の時間稼ぎに使ってきたわけであります。日本も枠組み合意においてはですね、1000億円の無利子融資を約束し、そのうち400億円をすでに貸し出したわけであります。残念ながら
一切これは、返還、返却されていないわけであります、返金されていないのでありますが、我々はその中でも粘り強く話し合いを続け、また6者会合の合意においてもですね、6者会合の合意においても、我々はその合意自体は反対をしなかったわけであります。しかし当時、私、総理大臣だったんですが、拉致問題が解決をしていないという中においては、日本は従業員に対する支援はしませんと、そしてこれはやはり裏切られる可能性がありますよということを申し上げてきて、日本が言った通りになったわけであります。そうした経験を私たちは踏まえなければならないと、こう思っています。北朝鮮にはすべての核弾道ミサイル計画を完全かつ検証可能な形で、かつ不可逆的な方法で廃棄させなければなりません。国際社会とともに、あらゆる手段による圧力を最大限まで高め、北朝鮮の側から政策を変えるから、対話してほしいと言ってくるような状況を作っていかなければならないと、こう考えております。私も各首脳会談等においては、この話をし、おおむね理解を得ていると、こう思っているところであります。そうした努力の中において、先般も厳しい国連制裁決議が全会一致で可決をされたと、このように認識をしているところでございまして、トランプ大統領が来週訪日をするわけでありますが、我々としてもですね、この全ての選択肢がテーブルの上にあるとの、このトランプ大統領の立場を一貫して支持をしていますが、トランプ大統領の訪日の際には、十分に時間をかけて、北朝鮮の最新の情勢を分析をし、対応ぶりについて詳細に協議をし、そして核・ミサイル、また日本にとっても大変重要である拉致問題の早期解決に向けて、一層緊密に連携していくことを確認したいと考えています。予定しておりました時間を経過いたしましたので、以上をもちまして安倍総理大臣によります記者会見を終わらせていただきます。皆様ご協力いただきましてありがとうございました。どうもありがとうございました。